こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は短く撮っていきたいと思います。まずは先日チャンネル登録者数が1000人を超えました。皆様のおかげです。本当にありがとうございます。いつも皆様が応援してくれているからこそですね、こちらのチャンネルは続けていくことができています。本当に感謝しています。ありがとうございます。ここからですね、やっとスタート地点に立ったっていう感じですので、もっとですねこちらのチャンネル面白くしていけるように頑張っていきたいなと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。あとはですね、ついでにと言ってはなんですけれども、こちらが届いたのでまた箱を開封していきたいと思います。タロットボックスの開封動画ですね。でこれはとても特別なデッキさんになるので、ぜひね皆様と一緒に開封できたらと思っていました。こちらはですね、US ゲームシステムズから届いた箱になります。テンションが上がります。はい、こちらがまずですね、ちょっと見えにくいですね。こちらはですね、ライダーウェイトスミス版のリミテッドゴールドエディションになります。パメラ・コーマン・スミスさんのですね、はい、スミス・ウェイト・デラックス・テロということで、これはですねエッジがゴールドになってるんですね。でこちらがまずライダー・ウェイト・スミス版で限定版になります。確か限定版だったと思います。リミテッド・エディションという風に書いているので、でこちらがですねこちらもリミテッドゴールドエディションになります。トートタロットですね、アリスター・クローリー・デラックス・タロー・ギルデッド・デッキ・ボックセットということで、こちらも同じシリーズになります。いやーこれですね、実は結構お値段するんですよね。一冊確か60ドルぐらいしたので、でも確かですね正規価格が75ドルで、でそこからですね今期間限定でセール中っていうわけではないんですけれども、期間限定でちょっとお値段が下がっているということで60ドルぐらいで購入をしたんですけれども、いやーお値段しましたね。結構高いなというふうに思ったんですけれども、でもこの中に入っているのはガイドブックではなくて本当にもう本が入っているみたいなんですね。なのでその本とデッキのセットということになります。そう考えるとまだちょっとねそこまで法外なお値段ではないのかなっていう感じはするんですけれども、いやーこちらね本当に楽しみです。もともとはですねこちらのエッジがゴールドのトートタロットを目をつけていたんですね。でずっとプレオーダーで発売を待ってたんですけれども、後ろはこんな感じですね。いざね注文するときにこちらもねすごく目に留まって、せっかくですしリミテッドエディションですしなんて言ったってですね、なので2つ同時に購入をしました。いや結構散財したではないですけれども、結構ねあの清水の舞台から飛び降りたなという感じがしています。はい、こちらね開けるの開封するのとってもとっても楽しみにしております。もうこの箱からですねもう高級感がすでに溢れ出ているので伝わってきますね。すごくいいと思います。はい、ということでこちらのねココのデッキさんの開封動画も楽しみにしていただけましたら幸いです。ということで今回は短いですが以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。